はい、こんにちは、レイセンです。今日は10月5日火曜日になります。受験生活1269日目、不老不死週2絶食78日目、と代替ビーガン食とドリンクで生活実験20日目です。天気は晴れ、現在時刻は正午12時半ですね。で、今日は食べる日の2日目なんで、もうパンが焼けてるんで、そのパン食べて、あとトヤミックス1杯と水ですね。で、もしかしたら買い出しでなんか買ってくるかもしれないってところです。うん、したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。有機豆乳を250、で、グリーンスムージーも250、で、あとは水。今日なんか暑いね。まあ32度なんだよな。秋にしちゃ暑いよね。で、あとパンがもうすでに焼けてるんで、これね、まあまあいいでしょう。で、つけるのが、まあ、とりあえずマロナサですね。ピーナッツバター、まあ、これだけかな。あ、カレーももうストックないし、パスタソースもないもんで、とりあえずピーナッツバターで食べていきます。次入れていきます。ながらの名水を300、そしたら取ってきます。今帰ってきました。買い出し行ってきたところですね。で、買ったもの、まずこれ五目南蛮揚げ1枚と、あとは都麹ですね。これは補充もないもんで、パン作りに使うから補充ですね。あと中村屋のインドカリーですね。ベジタブル、動物性のものが入ってないやつ、入ってないよな。今からこれ1パックね、パンがまだ半斤残ってるもんで、まあ、それで食べようと思っています。で、もう1パックは、まあ、次ですね、次回って形で、そんだけかな。したら取ってきます。次入れていきます。ながらの名水を300。今カレー塗る、食べたんだけど、あの封だね、レトルトの封を開けるときに跳ねて、カレーの汁が跳ねて服についちゃったんだよね。で、あの白い服汚れちゃったね。で、今洗濯してる。まあ、9割方消えたけど、今日バイオリズム悪い日だな。良くない日だね。まあそういう日もあるだろうけど、これだもんで、ちょっと服変わってます。したら取っていきます。次入れてきます。ながらの名水を300。また椅子で寝ちゃったよ。したら取ってきます。また五目南蛮揚げ取っていきます。使うのはめんつゆ、
この間の本つゆですね。あとは色味噌ですね。まあ両方とも、かつお節のエキスが入ってるけどね。これもかつお節エキスと昆布エキスが入ってるけど。まあ、調味料に多少入ってるのはしゃあないですね。したら取ってきます。つい入れていきます。ながらの名水を300。したら取っていきます。次入れていきます。ながらの名水は300。もう3時なんだよね。寝すぎで。で、ちょっとレモン果汁。レモン 5g。メープルを 5g、入れすぎた、で、まあ4時かな、4時ぐらいに計測します。今5時ですね。ちょっと遅くなったけど、したら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、74ですね。血圧117/80です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間10時間半ほどとっています。午後3時半から8時半までの3時間と、翌日午前7時半から午後3時までの7時間半、合わせて10時間半ですね。今日はずっと椅子で寝ちゃってますね。しかも長いっていう。でジョギングは今日もなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度、正午12時20分頃計測で32度、湿度は 38% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日もトイヤミックス1杯だけなんで 250ml、 グリーンスムージーも 250ml、 水はながらの名水で 1800ml です。合計が 2300ml、 水 1800ml のため実質は 500ml になります。まあこんなもんでしょう。これプラス固形物、今日は自家製の三菌酵素パンを1斤と五目生揚げ1枚だけですね。甘いものとかは取ってないです。で、漢方もなし、香辛料等が、マラナサのピーナッツバター、これ適当。で、あと中村屋のインドカリーですね、ベジタブル。これ 210g。と、メープルシロップ 5g、レモン果汁 5g ってところです。尿回数5回出てて、濃さ薄め、平均的な濃さ、量は平均的少し多い時がありました。大便が今日1回出てます。午後2時50分頃、色褐色一部カニ味噌色。
極太10センチプラス中太バナナ状20センチプラスソフトクリーム状で100ミリくらい、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。で、褐色一部カニ味噌色のカニ味噌がこのソフトクリーム100ミリですね。ラストに出た、まあ、ちょっとね、チュルチュルチュルっと出たソフトクリーム状、これだけカニ味噌色だった。あと褐色ですね。多分この間のブルーベリーですね、昨日のブルーベリーだと思うそのブルーベリーが出てきたところですね。なので完全に昨日だね、昨日のパンとブルーベリー、まあ、このあたりの便が今日出てきたというところですね。で、おならはなしです。おなら今日は全然出てないはずですね。今日の計測時刻は午後5時頃です。昨日よりも5時間と30分ほど遅いですね。まあその分 0.55 キロぐらいは減ってることになります。体重 64.20 キロ、昨日に比べて 0.2 キロの減少です。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.35 キロの増加ですね。だ、まあ本当はちょっと増えてるってとこです。 BMI 20.3 で変化なし、体脂肪率は 16.4% で 0.2% の増加です。まあ 0.2% なのでちょこっとですね。体重体脂肪率ともにちょこっと増えてるかなみたいなところです。血圧117の80、最高血圧プラス7、最低血圧マイナス2なんで、血圧もまあ若干上がってるような感じがしますね。脈拍78でマイナス6、ウエスト74センチで1センチの減少です。で、今日の気づき、まあ別に気づきっていう気づきないんだけど、やっぱ五目生揚げが調子いいね、あれ。やっぱあるといいなと思った。ああいうめんつゆとか田楽味噌の味ですね。ああいうのを取るとやっぱちょっと落ち着くっていうのかな。で、豆腐はなんかね、もう体が受け付けなくなってきたもんで、多分にがりのせいだと思うんだけど。でも豆腐はダメなのに五目生揚げはなぜかいいんだよね。なんだろうな、やっぱ熱加えてるもんで、にがりの成分が少しまともになるっていうか、まあ害ではなくなるのかな、無毒化されるのかな、よくわかんないけど、なんか五目生揚げは調子いいんだよね。まあそれでも1枚だけですね。あんま2枚とか取るとね、ちょっと良くなかったね、前ね試した時。1枚だけだったらなんかいい感じですね、あれ。五目生揚げあれ優秀ですね。まあ容器は最悪だけど、物は優秀ですね、あれ。まああとはマラナスのピーナッツバター、まあ使ってるけど、まあこれはこれでやっぱいいな。変なもん入ってないしね、ほんとピーナッツバターと、で黒糖ですね、タラマ糖酸の黒糖だけだもんで、まあすごい優秀なんだよね。なんかでも前もうちょっとあんなにドロッとしてなかったんだけどな、マラナスのピーナッツバター。前もっと硬かった気がしたけどな。硬かったっていうか、油分が少なかったっていうのかな。なんかね、油を足してるような感じなんだよね、わざと。添加してるんじゃないかな、油って思うぐらい油の量が多いんだよ。なんかおかしいんだわ。まあいいや。で、中村のインドカリー、まあ食べたけど、やっぱ辛いな。すごく辛い。最初美味しいと思ったけど、もう、何も感じんね。慣れちゃって。別に美味しいとも何も感じんだけど。ただ、あるとやっぱり違うかなってとこですね。パン食べるときにね、やっぱカレーあると違うかな。でもね、あまりに辛いんでね、やっぱり使うんだったらカゴメのキーマカレーかな。ビーガン食のね、ビーガンスタイルのキーマカレーですね、がいいかなってとこです。肉使ってないやつね、大豆ミートのやつ、あれが一番ですね。まあ特には何もないな。やっぱね、一斉寝ちゃうんだよね最近。パン食べると、パン食べたり、まあ五目生揚げとか固形物取るとね、眠くなってね、で一斉そのまま寝ちゃうんだよね。まあ、今度は早めにもう布団に入っちゃって横になって、で端末いじってるっていうね、ゲームしたりね、その方がいいかもしれないなと思った。椅子にいるともうそのまま寝ちゃうもんで、先に布団にもう入っちゃった方がいいかなと思った。で、明日は絶食の日なんで、なんで絶食ですね。もう夕方だけど、
夕方だけど、前日の夜か。夜に五目なまげ、11時45分頃に食べてるもんで、まあ0時だね。0時からはずっともう固形物は取ってないから、まあ、水だけなんで、だから、まあ絶食状態だよね。絶食状態だから、まあ、別に一応24時間以上にはなるからいいんだよね。でいつも通りトヤミックス1杯と超濃縮コレイチ1パックとあと水ですね。水はメープルレモン水でやっていきます。で今後ね、水にちょっとただの水じゃなくてレモン水にしようかな。メープルは使わずレモン水っていうね、うん、食べる日ね、食べる日は、うん、レモン水でちょっとやってみようかなって思っています。まあ、あのレモン果汁も早いとこ使い切っちゃいたいなってのもあるし、うん、水だけよりレモン入れた方が、まあ、お腹も空きにくいと思うし、もしかしたら睡眠とかにもね影響あるかもしれないんで、影響っていうかなんか効果的なものがねあるかもしれないんで、ちょっとね、まあ、メープルは高いしそれに、まあ、食べる日だったらエネルギー的に問題ないもんでメープル入れる必要はないんだよね、うん、絶食の日だけはメープル入れた方がね、うん、まあ、固形物取らないしトヤミックスの一杯だけだもんで、だメープル入れた方がまあいいんだけど、うん、食べる日はメープルなしでレモン果汁ですね、入れたレモン水でちょっとやってみようかなと思っています。明日絶食で、明後日はちょっとね、まあ、調子良かったら絶食にするけど、食べたかったらまあいつも通りですね、うん、食べる日の初日にしようかな。うん、そろそろ絶食を2日間連続っていう形でねやっていきたいなと思ってるとこだけど、うん、まだちょっとどうするか分かんないですね。その時に食べたい気持ちが強ければ食べるっていう、でもまああんまり食べたいと思わんかったら絶食2連続ですねにしようかなって思ってるとこです。ちょっとどうするか分かんないです。まだなんか早い気もするんでね、やっぱパンがね、パンがなんか食べたいって感じなんだよね今なんで、うん、あ、食べちゃうかもしれないですね。まあ明日は絶食ですけどね。日絶食法のもう3日目だね。3日目はもう必ず絶食するっていうことで、あ、続けていくんで、うん、いや、そんだけですね。今日は特に何もない。なんかね、ゲームがね、PUBG ですね。PUBG。あれがね、なんかマッチングしないんだよね。全然マッチングしないんでね。AI の対戦しかできないんだよな。なんかほとんど。あんま良くないね。なんか、うん、ゲーム自体はできないっていうか。ランクが上がってくるとね。上がってくるとマッチングがしなくなるっていうか。ずっとマッチング中で待たなきゃいけないっていうか。待っても全然始まらないっていうか。そんな感じなんでね。ゲームもなんかあんま良さそうなのが出てこないですね。なんかね、疲れないいいゲームがあれば、うん、いいんだけどね。そんだけかな、うん、特に何もないね。もうだいたい食べるものも固まってきたし、やることも決まってるんで、気づきになるようなものがないっていうか、新しいなんか変化っていうか発見がないんでね。まあでも徐々にね、徐々に変わってきてるし、流れに任せていくのが一番いいと思うんで、まあこのまま行こうかなと思ってます。そろそろ髪の毛ちょっと短く坊主にしないとなとか思ってる。そしたら実験生活1269日目完了です。それではまた明日。